山下隆之は、地方競馬の船橋競馬場所,所属の調教師、元騎手。地方競馬教養センター騎手家庭第79期生。2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月13日第1回船橋競馬1日目、第5競争 c 3極組条件戦ムースタンで、初騎乗。同年5月10日、 第2回船橋競馬2日目第7競争3歳、条件戦をグローリーウィーナーで優勝し初勝利。2010年1月18日から3月7日までの予定で高知競馬場で期間限定起場を行う。高知競馬での所属は西賀正光厩舎。2014年9月7日までは川島正幸厩舎に所属していたが同調教師の成拠に伴い、 暫定的に、川島昭一九社に所属変更となった。10月11日から正式に、川島昭一九社へ所属。2015年4月1日付で調教師に転身した。騎手としての通算成績は、地方競馬671戦19勝。2015年11月10日に管理場が初出走。同年12月9日に調教師として初勝利を、飾る。 2020年6月17日に行われた、形成坂月、グランドマイラーズを、カジノフォンテンが勝利して、重賞初勝利。さらに2021年1月27日に、カジノフォンテンが、川崎記念を勝ち、GIJ プニー競争初勝利を飾った。ありがとうございます。